小畑の岸田総裁から、24日に能登半島地震の被災地視察を行いました。穴水の避難所と輪島の高級仮設住宅によって、長引く避難生活を送られている被災者の方々から、先行き不安であったり、生活の実情を伺いました。また今回は米城千枚田、輪島港、輪島朝市通りなどを訪れ、今後の復興復旧への取り組みについて、考える責任者から直接報告を受けた。また、旧復興に向けた新たな取り組みを始めている被災中小企業や輪島塗りの職人の方々と車座対話を行い、政府の支援措置をお伝えした。例えば、輪島塗りなどの伝統産業を支えるため、国が全額支援する仮設工房の4月中のオープンを目指すこととした。第3弾の予備費については、住宅被害を受けた能登地域6市町の子育て世帯をフルカバーする新たな交付金制度の創設や、地方財政措置など、総額1000億円規模も視野に、今週中にも使用決定し、引き続き万全を期す。先週には日経平均株価が史上最高値を更新した賃上げ、投資促進、科学技術、イノベーションといったデフレ脱却に向けた前向きな取り組みをはじめ、日本経済の変革の足音に対し、マーケット関係者を含めポジティブな評価があることは力強く思っている。今年はそうした業界を定着させる勝負の年で、デフレ脱却に向けた官民の取り組みを加速させていきたい。ロシアによるウクライナ侵略から2年となる2月26日には、G7 首脳テレビ会議を行われた。G7 で結束をし、対ロ制裁とウクライナ支援を強力に推進することを確認しました。今週は政倫市の開催が調整されている。出席を表明された議員はそれぞれの意思と判断で重い決断をされたと理解している。引き続きそれぞれの議員が自らの置かれた状況をよく顧みて、政治家として丁寧な説明を尽くすよう促していきたい。令和6年の予算や関連法案が遅れることなくしっかりと成立する見通しを早期に確実なものとしていくことは、震災復興やデフレ脱却のためにも重要。今週中の衆議院通過に向けて全力を尽くしたい。麻生副総裁から特段の発言がありませんでした。私から、先週木曜日、日経平均が1989年12月以来、34年ぶりに史上最高値を更新し、株価は本日も続伸、最高値を更新している。日本経済は今、30年代のデフレから脱却をし、新たな成長段階にジャンプアップする大きなチャンスにある。このチャンスを生かし、物価上昇を上回る賃上げや、成長分野の投資拡大によって、成長志向型経済への転換を図り、経済の好循環を実現していきたい。衆議院では、本日は予算委員会に集中審議を行われ、また29日には中央公聴会がセットされるなど、令和6年度予算案の審議が大詰めとなっている。また、条件が整えば、明後日には政倫審の開催が予定されるなど、国会は大きな山場を迎えている。能登半島地震からの復旧復興をはじめ、我が国に直面する内外の課題解決のため、必要な予算が盛り込まれた令和6年度予算案の早期成立に万全を期すため、引き続き高い緊張感を持っていると思います。浜田国対委員長予算委員会は、質疑時間を積み上げつつ、明日と明後日の分科会、29日の公聴会が決定しており、年度内成立を確実にできるよう、日程協議を進めている。
政治維新の会長に対して5名の議員から審査の申し出がなされたことを受け、本日幹事会を開いた。質疑時間や公開非公開など審査会の持ち方について合意に至っておらず、今日改めて幹事会で協議します。石井参議院国対委員長、政治維新は先週21日水曜日に野党会の3分の1以上による申し立てを受け、本日立憲民主党の国対委員長会談を行い、今後の審査会の運営について協議を行った。国対間協議を受け、政治維新の幹事懇を16時10分に行い、明日27日に政治倫理審査会を開会し、申し立て委員からその趣旨の説明、聴取をすることに合意した。趣旨の説明で大体10分ぐらいではないかと話しております。また、参議院選挙について内閣委員会の公益法人に法案、法務の総合法律支援法案、国土交通の賃貸住宅供給法案の計4件について合意した。今週は衆議院にとって非常に重要な1週間となるが、衆議院の動きを注視しながら、いつからでも対応できるように、参議院としても臨んでいる。次に、その点についてはどうしましょう。よろしいですか。はい、じゃあ質問についてどうぞ。それでは山本さん、政治倫理審査会について伺いますと、審査会の幹事会に開かれましたが、審査会を公開するかどうかなどを言うと嫌がると、その足元を取られました。自民党内から国会議員の動機を認める案というのも出ているようですけれども、公開の是非について、各所、高いお話ですか。政治倫理の方ではですね、公開にするか、公開にするか。また一人 の時間、審議時間、この長さをどうするかということで、協議がついて承知いたしている。政治審の審査、これは、本人の、弁明の申し出というのを基本でありまして、これは3分の1で可決をすることもできますけれど、この申し出が、基本だと考えておりまして、原則として、非公開、公開には、議員本人の同意が、必要になっていると考えております。その上で、今回の、事案の性格からして、事実関係が明らかとなり、説明責任が果たされるということは、大変重要だと考えております。こうした観点も踏まえて、現在審査会のあり方について、報道の仕事に現場で調整が進められたという、このように。小沢さん、この点から伺います。岸田総理は今日予算委員会で、説明責任を果たしてもらうと同時に政治責任についても党として判断していかねばならないと話しました。この政治責任の判断の具体的な時期と政治審に説明することで一定程度説明責任を果たしたとして党の処分の判断にも影響するかどうか、何かの考えを。まず政治審やってませんので、まずは政治審で説明が、どうなったか、これを注視したいと思います。他の質問は、武田さん。中国新聞の秋吉です。4月の衆議院島根コンテンツについて伺います。大きな声で言ってください。すみません、4月の衆議院島根コンテンツについて伺います。自民党としては候補者選定を終えている点で、他の長崎、東京 の日本選に先行していると、また過去の選挙で一貫して勝利を重ねている選挙区ですけれども、自民党への、逆風という点では共通しているかと思います。この島根候補について、現時点で幹事長どう見ていらっしゃるか、また今後どう取り組んでいかれるか教えてください。島根1区がですね、先行しているというよりも、率直に申し上げて、東京15区と、それから長崎3区の方が遅れている、これが客観的な評価なんじゃないかなと私は思っているんですが、
いずれにしても島根区についてはですね、公募で地元の、松江市出身の、中部財務局長などに勤めた、西郡則正さんの方にも設計したことになりまして、国政でですね、即戦力として活躍でき、また地元の事情についてもよく知っている、候補だと思っているんですが、新人でありまして、知名度の向上、これが大きな課題だと考えています。これから2ヶ月弱と限られてきたのでですね、運動量を圧倒的に増やして、知名度を向上する、一人でも多くの人に、知ってもらう、直接会ってもらう、こういった活動をですね、県連、そして党本部、連携をして進めていく必要があると思います。平さん、関連してなんですけれども、今回の補選ですね、これまで過去には補選、政権の中間評価などとそれぞれ位置づけられてきましたけれども、今回の補選、今、岸田政権にとってどのような意味を持ち得るというか。今回3つの国政が行われるというところですが、国政選挙であります。ただそれぞれ3つの補選、島根の場合は穂田先生がお亡くなりになった、そして東京地方は、選挙違反の問題、さらに長崎の三期につきましては政治の方法と政治家の問題もあり、本人が議員でしょう。それぞれですね、補選に至った経緯が異なっておりまして、藤原さんほどですね、これを一口にしてこうであるというですね、能力は持ち合わせております。よろしいでしょうか。それでは会見を終了させていただきます。ありがとうございました。